昨年12月から始まったアメリカ新院芸術団の2013年世界ツアーもいよいよ終盤に差し掛かっています。42日間にわたり8都市で46回行われた台湾公演が円満に終了し、次の公演地韓国へ向かいました。3日午前、桃園国際空港の出発ロビーは、新院巡回芸術団を見送るために、台湾各地から駆けつけた新院ファンでにぎわいました。今年で7年目になる新院世界ツアー、その名はすでに台湾全土に知れ渡り、公演鑑賞は毎年欠かせない盛大な芸術文化行事となっています。今年も各地ではチケットの売り切れが続出し、観客動員数は6万3000人に達しました。過密なスケジュールは芸術団のダンサーにとっても大きな試練です。特別是有好几次都是连着周末两场两场，但是一想到观众看完以后的反应和接受到的反馈，我们都很开心，也就不会觉得那么累了。他们跟我的感觉就是说，我觉得他们真的看懂我们的秀了。我觉得他们也看懂了，特别是开场跟收场这几个节目。失われた中華伝統文化の復興を終始とする新院芸術団、団員たちは中国本土で公演できる日が間もなく訪れると信じています。我想应该快了，我想应该快了。这是一个很好的现象，因为把很多这个大陆旅客旅游旅客来这边看到我们的秀，他们都把我们的信息都带过去了，对对，那边更加就是说炒得更热，很多人都知道。谢谢陈玉，明年再见。情熱的な新院ファンと別れを告げ、宝島台湾を離れ、新院芸術団は新たな感動が待ち受ける。次の公演地、韓国へと向かいました。新唐人テレビがお伝えしました。有人说他是专制政府的，政府与危险是相当大一家嘛。